はい、始まりました。どうも、日曜日お過ごしいかがお過ごしでしょうか。ゆうご .tv でございます。早速本日も人生に役立つ情報を配信していきたいと思います。今日も共に学んでいきましょう。教えることはできませんが、はい、本日のお題は、世の中には二通りの人しかいない、上向きの人と下向きの人、こちらのお題を今から読んでいきます。世の中の人を大きく分けると二通りしかいません。上向きの人と下向きの人です。上向きの人とは、夢を持って努力をしている人や生きがいを持って生きている人などです。上向きの人はあらゆることが上を向いています。考え方も上向きであれば、目線も上向きになり、生き方も上向きです。何かの挑戦をして成長したり、知識を吸収したりすることに熱心です。前に進めていなくてもいいのです。前に進めていなくても、前に進もうとする姿勢があれば上向きです。上に向かう姿勢があれば、逆境や失敗があってもきちんと乗り越えられます。上を向いているから上に行けるのです。問題なのは下向きの人です。人生を諦めた人、やる気のない人です。下向きはあらゆることが下向きです。考え方も下向きであれば、目線も下向きになり、生き方も下向きになります。下を向いているのなら、人生も下に向かうしかありません。どんどん悪い方へ行きます。気をつけたいのは、現状維持を望む人です。現状維持も下向きです。このままでいいと思うのは、成長を諦めているという状態です。成長を諦めているため下向きなのです。変化を望まなければ下落線しかありません。あなたはどちらの人間ですか。下向きではなく上向きの人になりましょう。今日の格言、上向きの人になる。ああ、なるへそ。これは間違いないんじゃないですかね。確かに。何でも、本当、気の持ちようで何でもプラスに変えられるし、いい解釈にもできるし、要は気の持ちようなんですよね。それしかない。下向きを上向きに変えれるように、思考を変えて行動を変えるしか方法はない。はい、ということで今日も勉強になりました。ご覧いただき誠にありがとうございます。それでは良い1週間を乗り切ってください。どう